マシュー・クインタル、マシュー・クインタルは、バウンティ号の反乱に加担した水夫である。後にピトケアン島居住者の一人となった。クインタルは、イギリスのコーンウォールのパドスト出身で、たくましい体つきをしており、体には入れ墨を入れていて、粗暴な性格であった。彼は、子供の時に母を亡くし、その後2年間、叔父と一緒に暮らし、さらにその後、父とプリマスで2年間暮らした後、 スループ艦の手のひら包丁であるおじの使用人として働いた。おじの死後は3年間武装船の船長の下で働いた。バウンティ号には友人のウィリアム・マッコイと一緒に乗組員として入隊した。彼は最も凶暴な乗組員であった。タヒチに到着後、彼はタヒチに魅了され愛着を持ち、イギリスに戻りたがらなくなっていった。 1788年3月10日、クインタルは、その王兵で反抗的な態度によって、バウンティ号では、初めての24回の無知打ち刑を受けた。彼はクリスチャンから反乱を持ちかけられた、最初の乗組員となった。最初は尻込みしていたが、アイザック・マーティンが加わってからは、クリスチャンの熱心な支持者になった。バウンティ号の反乱を経て、ピトケ・アム島に到着した後、 入植者の間で、バウンティゴーを破壊するかどうかの議論が起き、彼は、バウンティゴーの破壊に賛成した。破壊するかどうか判断者の間で議論している間に、彼が船を燃やしたと言われている。マッコイがピトケアンジまで酒を作ったことはひどく、彼に悪影響を及ぼした。彼には、母親のメイサラを英名としてつけたタバルアと、妹のメイスザンナを英名としてつけた寺ラ,ラの、 タヒチで結婚した二人の妻がおり魚を十分に取ってこられなかったタバルアの耳を噛み切るなどひどく虐待していた。1799年、酔った彼はクリスチャンの未亡人のイザベラを妻にできなかったらクリスチャンの子供たちを皆殺しにしてやると脅迫した。ジョン・アダムズとネット・ヤングは彼を何とかしないと自分や子供たちや他の者の命が危ないと判断。 日付は不明のある日、クインタルをアダムズの小屋へ呼び寄せ斧ので殺害した。その彼の殺害場面を9歳のエリザベス・ミルズが目撃していた。タバルアとの間にはアーサー、ジョン、サラ、ジェームの4人の子供がおり、ヤングの元妻テラウラとの間にはエドワードがいた。クインタルの子孫は現在でもピトケアン島やノーフォーク島にいる。ありがとうございます。